れるよ、うん、ということでお世話になってるから食べてて食べてて、今回は盛大にお祝いしたいと思います。さて今夜は内山由美大好き声優の照井遥と黒沢智代がユーミンの誕生日をお祝いすべく、うん、愛を込めた企画をお届けしていきます。それでは早速一つ目ご紹介しましょう。こちら、せーの、内山由美のここが好き。お祭りの最初は手始めに私たち二人の内山由美を知っていただきたいと思います。はい、タイトルの通り、ユーミン、ユーミンさん、ユーミンさんの好きなところを発表していきます。それでは早速私出るよ。あれパルニャス、何が起こってるか分かんないからいますね。台本があるんですけど、台本にまずそもそも私のことを祝ってくれる台本なのに、ユミのことが優しい果実の実になってるんです。名前の感じが違う、ね、でもこれは、まあ、100歩譲って、あーもうや、ね、ユミさんって優しいから優しさが溢れて勝手に字を間違えちゃったんですっていう風に、山ちゃんさん言ってましたね。ね、それでは早速私っていうのはこれもともとね、ともよちゃんが言うはずだったところに、なぜかそれでは私照井遥から言ってみましょう。本当だ、黒沢ってなってて、照井遥から言ってみましょう。ね、なんかここの4行だけ多分ね、あの疲れちゃってたね、スタッフさんね。それではあなた照井遥から言ってみましょう。ウィームッシュ、ノームッシュ、ノームッシュ。ウィームッシュって何？はい、なんかムッシュはさ、もういいよ。やって、はい、私照井はるかが思うユーミンのここが好き、うん、人間力。だってすっごい人間じゃない？すっごい人間してる。人間してるってなんだ、人間してる、どういうこと？なんかあんまり人間してない身からするとしてないの？今何割なの？今1割。だいぶ減っちゃったね。今日ちょっと1割かな。そうなの？私から自覚があるの？あ、いや、今日だけで、今ちょっと、あれ、うん、何を酔ってるんだったかな。何を酔ってる？酔ってる、あ、何、つまりユーミンの全部が好き。あのね、うん、お芝居も好きだし、熱いよね、うん、すごいお芝居に対する熱い思いと、素晴らしい素敵なお芝居と、あとね、あ、こういう反応とかも好きだし、あとね、すごいね、すごい私がね、何言ってんだか分かんないことを言ったりしてもまとめてくれるし、あとね、あとめっちゃね、バーティクスピーが自覚あんじゃん、自覚あんじゃんってめっちゃ言ってるぞおい。あとね、あとね、こう、そういう反応も好きだし、いつもね、お肌ツヤツヤだし、あとね、すごく優しくって、あのね、私が寝るとき、一緒にね、寝るときにね、こういろいろ話してても、ずっと私が喋り終わるの待ってくれるし、でね、起こしてくれるし、あとね、お前イチゴだけ食べて、お前ふざけんなよ。お前イチゴだけ食ってんじゃねえよ。あとね、あの一緒に人狼してる時とかにね、ちょっと天然なところが出たりするところも、あ、なんかいつもしっかりしてるのに可愛いなみたいなところがあったりしたりするし、あとね、あれ、このカーンって何です？あ、終了。終了です。闇水ゴーッ。ということで、次は私から発表したいと思います。うん、私、黒沢智代が思うユミのここが好き。ユミさんはいろんな人に私の良さを伝えてくれている。それはどういうことでしょうか？ね、ちょっとおかしくない？なんか違うの、なんかね、タイトルをつけるのがね、すごく難しかったんだけど、なんか、あのすごくもう勇者部の5人って家族みたいに普段から連絡取り合ったりとかしてるんですよ、うん、なんだけど、その他のね、全く違う現場に行って、初めて私がお会いする役者さんとかに挨拶をすると、あ、あゆみちゃんから聞いてるよみたいな、あ、
えて嬉しい、よろしくねって、大丈夫だよ、いろいろ聞いてるからみたいな感じで大丈夫だよっていうのもなんかおかしくないで、ちゃんともうなんかあのすごい優しくしてくれるんですよ。だからもうそれこそなんかこうしんお姉ちゃんっていうか親類の方親類の方ってちょっと距離が違う違う、もうでも本当にね、私はでもお姉ちゃんみたいな気分なんですけど、家族だよ、うん、家族、家族だね。お母さんかな、もう勇者部のお母さんあ、そうですか、勇者部のお母さん。お父さんはジュリさんじゃない。おー、おー、ジュリちゃんハッピーバースデー、イエーイだってさ、5人でいるとさ、だいたいさ、うん、ジュリさんとユミさんがしっかりしてて、うん、私とミモリさんとパルニャスがもうバーンじゃん。あの一つ言わせて、ミモリンここにいないのに勝手に言われてるけど大丈夫でも私一番ミモリさんが面白いと思ってる今そういう話してなかったんだけどねあれ違ったの、うんうんうん、まあまあでも確かに面白いよ面白い、ね、面白い、それは面白い、すごい、ね、だから私ミモリさんの話大好き、わかる、うん、でもそこの優しさ、うん、そうやってあのこのきっと初めましてだろうなと思って、あ、ともよちゃんは一緒にやってるからよろしくねって言ってくれてたっていう風に伝えられることが多いのを、ちゃんとそうやって他の現場で言ってくれているっていうその優しさに、うん、私は一回本当にガチで涙をしたことがあるよ。え、そうだったの、ゆみさんがそんなこと言ってたんですか。え、何言ってんのって普通に言われたけど、涙をしたことがある。え、そんなだったの。そうだったよ。いや、あの私はでもね、あのやっぱりこうやって普段仲良くさせてもらってるので、なんかこういうね、トメヨちゃんとかパルニャスとかが私が別で仲良くさせてもらってる子たちとご一緒するってなったら、やっぱりなんかやっぱもう身内みたいな感じだからさ、うん、やっぱなんかうちのトメヨをよろしくみたいな、なんかパルニャスをよろしくみたいな、なんかやっぱそういう感じにはなっちゃうよね。いやありがとうよ。いやでもそうじゃない、でもみんななんか、うん、私もなんか特別感あるよねあるね、なんか前も言ってたけどさ、みんながみんなつぶやいたりしてるとさ、やっぱり全然違うことを話しててもなんかこう、うん、ついついこう言動行動を追ってしまうっていうか、うん、だって私この間ユミさんの写真が可愛すぎてリツイートしようと思ったけど、その作品私出てないからあ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 ら、わかる、みんな混乱するからあーと思って一回リツイートのボタンを押したけど、あ、一生懸命すぐ消したもんリツイートを取り消すしたもんそうなの、そんなことがあったら、たまに写真保存するもん私。え、それがすごいよ、パリネスはね、写真をね保存するわーかわいい、私もしてるよ、私もしてるよ、えちょっと今引いてるよ、嘘だよ、なんでもうなんかね保存するよ ね、それもするよ ね、 ね、かわいい、ね、今日もかわいいな、今日もかわいいな、じゃあ私も今日も可愛いなってユミさんの写真を保存していこうと思います。はい、ユミさんの好きなところについて堂々と本人の前で発表させてもらいましたが、どうでしたか。え、なんかあれですね、照れますね。さあ、愛を伝えたところで次の企画に行ってみましょう。本当にね、さって書いてあるの。せーの、はい。